ビデオ,グラ,ビデオグラフィックスアレイ、ビデオグラフィックスアレイ、ビデオグラフィックスアレイ、VGA は IBM が映画の後継として1987年に発表した表示回路企画である。代表的な表示モードに64480ピクセル16色がある。展示で64480ピクセルの画面解像度を俗に VGA と呼ぶようにもなった。 1987年に IBM のパーソナルコンピューターである IBM PS2 に初めて搭載された。PS2 ではマザーボード上に搭載されていたが、その後、PCAT 用に AT バス用 VGA カードも発売された。各社の p c a t 互換気でも VGA 及び SVGA、VGA 上位互換の表示回路規格の総称が、 普及し、事実上の標準となった。VGA は、AS テキストモード及び AP、APA、All Points Addressable、全点アドレス割り当て可能、グラフィックモードをサポートする。標準グラフィックモードは次の4つが存在する。このうち、640-480の10王比は、当時のテレビの10王比に近く、マルチメディアを想定した設計と言われている。 64480ドット16色及び32200ドット256色モードは完全に最定義可能なパレットを持ち、それぞれ18ビット262144色の RGB テーブルから色を選択する。もっとも高解像度モードは Microsoft Windows 上の固定パレットでの使用をきっかけに一般化した。他のカラーモードは絵画、または CGA 互換のパレット、プログラム用に64色テーブルから16絵が、パレットを再定義する機能を含むに準じるが、VGA 特有のプログラム手法を用いることで、再定義することも可能である。今日では、CGA、映画との互換機能は忘れ去られ、変換アダプタが、用途不明の商品として出回っていたこともある。なお、企画制定者の意図は不明だが QP の、 VGA 端子と CGA、画は、ピンアサインが異なり変換アダプタも、相互利用はできない。この他にも、画面解像度や画面モードをカスタマイズすることで、様々な表示モードの画面信号を生成できる。VGA の A は、従来のアダプターに代わって、アレイを指しており、はじめから、シングルチップ、ASIC として実装された。これは、 モトローラ6845、ビデオアドレス発生機だけでなく、MDA、CGA 及び映画のフルサイズイサボードの機能をカバーするいくつものディスクリートロンリチップを置き換えるものであった。このシングルチップ実装によって、VGA 機能は、ビデオメモリ、タイミング発生機、クロック発信機、外部ラムダッツだけ用意すれば、PC 本体のマザーボードに、 最小限の労力で搭載することができた。その結果、最初の IBM p s にモデルはマザーボード上に VGA が搭載された。これはすべての IBM PC デスクトップモデル PC、PCXT、PCAT がモニターに接続するためにディスプレイアダプタをスロットに装着する必要があったことに比べると対照的であった。 オリジナルの VGA の仕様は次の通りである。標準モードと同様に、VGA はそれまでの絵が、CGA、MDA の様々なモードをエミュレートするよう設定することができる。互換性は BIOS レベルで完全に持っているが、レジスタレベルでもなお高い互換性を持っている。VGA は IBM PCJR、またはハーキアリーズの特殊な表示モードとは、解像度、色、 リフレッシュレートメモリが十分であっても、直接の互換性はなく、これらのモードのエミュレーションはソフトウェアによって代替された。VGA の水平同期周波数の標準値は、NTSCM 表示システムで使われている数値のちょうど2倍である。これは、VGA の開発時点では、オプションのテレビ出力機構や、VGA TV 変換ボックスの提供を容易にいる意図があった。 VGA 水平同期周波数の公式は 60,1525kHz イコール4 5ロヘ 143kHz31.4685kHzVGA カードで使われるすべての他の周波数はこの値の整数倍または分周数で供給され水晶振動子の精度の限界により実際のカードはこれより若干高くあるいは低くなる すべての VGA 供給タイミング、つまり 25.2MHz、または 28.3MHz のマスタクロックと 31.5kHz の水平レートを使用するものは VGA ファームウェアインターフェースを介さずに VGA ハードウェアに接アクセスすることでソフトウェアによって幅広く変化させることができた。多くの MS DOS ベースのゲームソフトがこれを行っていた。 しかし、標準モードのみ、または最低でも、標準モードの一つと同じ水平動機、垂直動機タイミングを使用しているモードのみが、1980年代後期から1990年代前期のオリジナルの VGA モニターで作すると、保証されていた。他のタイミングを使用すると、そのモニターに損傷を与える恐れがあり、故に、基本的に、ソフトウェアメーカーはこれを避けていた。 あとのマルチシンク CRT モニターは、より柔軟で SVGA グラフィックカードとの組み合わせによって、完全に任意の同期周波数とピクセルクロック周波数でより幅広い解像度やリフレッシュレートを示することができた。最も一般的な VGA モード 640X480 ドット 60Hz のインターレースについて、 水平同期タイミングは次のようになっている。水平同期と空白時間の合計イコール6.356アス、A イコール16、B イコール96、C イコール48、D イコール640で、1ラインイコール800ピクセル。この画像に示されている図は正確ではなく、上の表とは完全には一致しない。これらのタイミングは高周波数モードでも同じだが、 すべてのピクセルは9、8倍になる。つまり、アクティブ720ピクセル、1ラインあたり900ピクセル、バックポーチ54ピクセル。垂直同期と空白時間の合計は1.43。水、A イコール10、B イコール2、C イコール33、D イコール480で、1フレームイコール525ライン。VGA は、でマイナス15コネクタを使用している。 VGA 機器と接続する別の方法として、信号品質を維持できる BNC コネクタがある。これは赤、緑、青、水平同期、垂直同期の5本のケーブルをセットにして使う。BNC では、信号線が端から端まで完全にシールドされた状態になるので、クロストークや外部ノイズの影響を受けにくい。しかしながら、 BNC コネクタは、で -15 コネクタに比べると場所を取ってしまう。また、各ケーブルのコネクタを正しいソケットに接続するように注意しなければならない。BNC コネクタでは、別社 DDC がサポートされないため、オペレーティングシステム側で、モニターの情報を得ることができない。したがって、ユーザーはモニターがサポートする、画面モードを把握したで、オペレーティングシステムに、 適切な設定を施す必要がある。BNC コネクタが b e s a DDC に対応できない問題を解決するため、カナレ電機など各社から変換ケーブルに専用のコネクタを設けて対応しているほか、EVID エミュレータという機器を使うことで技的に b e s a DDC と同じ信号を生成することで対処する。VGA のビデオメモリは PC のリアルモードアドレス空間のセグメントレースを000から 0xbfff セグメントオフセット表記で a000000b000fff 間の範囲にウィンドウとして割り当てられる。一般的にこれらの開始セグメントは次のようになっている。各モードで異なるアドレス割り当てを使用しているため同じシステムに装着した。 モノクロアダプター、MDA、またはファーキアリーズ及び VGA、EGA、CGA カラーアダプターは共存できた。1980年代初めは、これはモノクロディスプレイで高解像度テキストにローチュス1から2から3シートを表示すると同時に低解像度 CGA ディスプレイ上に関連するグラフィックを表示するために使われた。多くのプログラマーは、 他のカードのグラフィックモードでプログラムを動かしている間、モノクロカードでデバッグ情報を表示させるといった構成を利用することもあった。ボーランドのおよびマイクロソフトのといったデバッカはデュアルモニター構成で動作させることができた。ターボデバッカまたはコディベは Windows のデバッグにも使われていた。それらには Windows をデバッグするために使う AX、s s モノクロディスプレイ上の シリアルインターフェースシミュレーション機能を実装しているという DOS デバイスドライバーが存在し実際の端末を使わずともデバッグ版 Windows からクラッシュメッセージを受け取ることができた。また DOS プロンプトでモードモのコマンドを使うと出力をモノクロディスプレイにリレクトすることができた。モノクロアダプターが使われていないとき 0xb000 から 0xb7ff アドレス空間は 他のプログラム用の追加メモリとして使うことができた。例えば、config, sys, にこですえ1を加えると、プログラムはこのメモリをアッパーメモリブロックとして使用することができた。当時の PC,AT および PC,AT5 換気では、カナダドルやローチュス1から2から3などの表計算など、高解像度が必要とされる用途のために、 IBM 自身の 8514A のほか、映画に独自の画面モードを追加した各種グラフィックチップや映画と共存できる高解像度グラフィックチップ、ハーキアリーズなどが発売されていた。これらは独自の画面モード間の互換性はなく、それぞれ専用の DOS または Windows のドラバが必要だった。VGA の登場により VGA 互換及び VGA 上位互換のグラフィックチップ、スーパー VGA、SVGA とも言うが普及し、VGA は PC、AT 互換機での事実上の業界標準となった。このため、各種の OS でも VGA を最小要件としたものが多い。また、表示関連の問題が発生した場合でも、メーカーや機種を問わず表示できる共通画面モードのため、 インストール時や非常用の画面で使われている。PC、a t 互換器用の Windows をセーフモードや VGA モードで起動すると VGA の640-480ピクセル16色画面モードで表示が行われる。しかしディスプレイの高精細化が進んだこともあり Windows XP 以上は SVGA により表示される。パソコン用ディスプレイとしては 最低1024-768ピクセル、いわゆる座が相当の画面解像度が最低ラインとして一般化した。PDA のような小型の端末にも VGA と同等の画素数を搭載する例が見られる。携帯電話端末ではソフトバンク 904SH を皮切りとして高級機種を中心に高精細な液晶ディスプレイが搭載されている。日本では DOS。 V の登場までは p c a t 互換機自体が普及しておらず VGA も DOS-V と共に普及した。なお DOS-V の V は VGA から来ている。日本語をグラフィック表示する DOS-V や日本語 Windows の標準機能では VGA の640-480ピクセル16777216色中16色の 表示モードを利用している。この際に PC-9800 シリーズなどの大半は640-400ピクセルだが DOS-V は640-480なので DOS 画面では業間が開き Windows 上でも画面が広いという比較が盛んに行われた。また日本では最初から VGA が普及したため DOS-V 登場以前より AT 互換機に触っていたユーザーを除けば、VGA が、会の各種の画面モードを持っていることはあまり、知られていない。東芝の J-3100 ダイナブックや、アックス競技会の各社アックスパソコン、JEGA ボードを、搭載は、当初は、笑顔ベースに独自に、日本語化していたが、後に、VGA を採用し、さらに PC、AT 互換機に移行した。展示で、 画面解像度として6 4 4 8 0セル表示のことを VGA というようになった。これは、語用が一般化したものである。例えば、日本電機、NEC の PC-9821 シリーズや富士通の FM タウンズも6 4 4 8 0セルの解像度のモードを持っていたが、これらは別規格であり、VGA とは言わない。 また本来の VGA では64480画素での表示色数は16色のため、64480256色などは VGA 互換画面モードと呼ぶのも正確ではなく、単に VGA と同じ解像度、VGA 互換画素数表示度と呼ぶのが妥当である。ビデオカード一般を VGA カードと称するなど、コンピューターの画面出力、 イコール VGA という語用も参見される。VGA はあくまで複数の画面モードを持っている。特定の画面表示規格であり、VGA カードという語は本来であればその規格に沿っており、それらの画面モード、のみを持つビデオカードを特に指して使われるべきである。注釈出典、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。